お立ち台とは、舞台の一種。地位の高い人が挨拶、関越、会見などの時、登る台である。ディスコや、クラブなどに設けられ、床よりも高い部分をも言う。乗ったものを、周囲から目立たせる目的で用いられる。略して、お立ちとも呼ばれる。お立ち台の元祖は、六本木スクエアビル3階の、木ゼである。その後はザブ10番の、マハラジャ六本木。 エリアで徐々に認知度が上がり、芝浦、ジュリアナ東京で完全に周知され市民権を得た。女性客をお立ち台に上げ目立たせることで、観楽的雰囲気を醸し出し、男性客の集客に寄与した。ディスコに通っていない人々にもこの言葉が広く浸透したのは、1991年5月開業のジュリアナ東京がメディアで広く取り上げられたためである。 お立ち台は1993年に新語・流行語大賞の同賞にも選ばれている。この派手なボディコーンのミニスカート姿で戦争を振りながら踊るお立ち台ギャルの姿はバブル景気を象徴するステレオタイプな演出としてしばしば取り上げられるが実際はバブル崩壊後のブームであったため注意が必要である。2017年現在東京・名古屋 大阪など大都市にある大型クラブ、特に、オールジャンルのクラブには、お立ち台が設置されていることが多い。専用の台を設置するケースのほか、大型スピーカーをお立ち台として利用するケースもある。またジャンルの限定されている、中規模以下のクラブで普段、お立ち台を設置していないところでも、イベントやライブなど様々な用途に使用されるため、お立ち台を構築するための台そのものは保有している。 場合もある。ジョッキー、ありがとうございます。